皆さん、こんにちは。今日は2022年1月26日水曜日です。今日のテーマですが、亭主の続きです。そしてコメントありがとうございます。昨日の動画で話をしましたが、りゅうくんの、えー、最後はですね、うん、ああいう結果になりましたが、コメントでは2度も捨てられたっていうコメントを非常に素晴らしいと思います。 彼は本当に二度捨てられましたね。自分の親にも、そして、えー、二度とそうですね。自分の親に二度と捨てられました。非常に残念な結果になりましたが。えー、今日ですね、中国の赤ちゃんが生まれて、中国の公安局、えー、排出所というでしょうか。これはですね、パイチュースと言いますが、これは日本語らしいんです。私はわかりませんけれども、日本語らしいんです。 日本から来た言葉らしいんです。そこにいて、戸籍を登記します。お父さん、お母さん、そして子供の名前をつけますので、登記をします。これで、中国の赤ちゃんは、今年え2021年ですが、2020年は、よりマイナス11.6%です。まずニュースです。一つ、WHO EU 地域の担当者、クルーゲーは言いました。記者会見で言いました。 ヨーロッパでは新しい段階になりました。これから感染者は3月から減るでしょう。つまりコロナはヨーロッパで終了となりますと発言しました。とても良い情報だと私は思います。3月までに多分60%の人口は感染するでしょうとおっしゃっていました。その後免疫力はつきます。ワクチンで免疫力もつきます。それからみんな集団免疫になります。 でも今年の後半になると一時的に流行るでしょうが大規模にはならないというふうに推測しますとおっしゃっていました。アメリカも楽観的な考えではあります。これから感染者は2月中旬にピークとなるでしょう。それから減っていきます。しかしこれに対して WHO の テトロス事務局長は油断してはいけませんよというふうに言いました。仮説でもうすぐ終了ですよと発表するのは危険ですよと。油断するとまだ他の変異株が出てくるかもしれませんよというふうに言って言いました。この計画も非常にいいと思います。しかし、えー、テトロス事務局長は言っていましたが、いいと思いますが、ただ WHO の EU 地域の担当者は 非常に楽観的な考えではあります。まあ、この差はありますので、どちらもいいというふうに思います。2、イギリスの外務長官、2月11日からイギリスへ入国する方、2回目のワクチンを受けると PCR 検査は実施しません。18歳以下でしたら、ワクチンの予防接種を受けたかどうか調査もしません。そういう表を記録しますが、それも書かなくていいんです。これで、 わかるのが、イギリスは以前のように戻ると思います。生活も外国との投稿もできるようになるでしょうと思います。3、中国ですが、上海、上海の大学です。東師大学これはですね、上海の有名の教育大学なんです。そこにいらっしゃる習先生ですね、教授先生です。1月13日、自宅のビルの下で溶、えー、けました。 頭が地面に着地して、当然ですが、まあ、怪我して、えー、赤色が出ました。近所、周りの方は救急車を呼びました。しかし、この学校の利用となっていますが、でもこの地域と学校はまだ,まだ違いますので、学校の外にありますので,で。この区域は隔離となっている区域なんです。地域なんです。すべての人、車両は走り禁止なんです。そして、 出ることもできないんです。救急車も禁止なんです。ダメです。団地の警備員は止めていたので、上の許可が必要ですよと。その上っていうのは、中国の住委会委員会です。住民の委員会です。委員会に、住民の委員会に承認をしてもらわないといけませんよと。しかし、電話をしても出ないんです。 近所の方は救急車を呼んでから電話が通じない、まあ、通じるまでですね、1時間過ぎました。その後、やっと電話が通じて許可を得て救急車は入りました。しかし先生はあの世に行きました。これが中国の最近の出来事なんです。これがみんなまたびっくりしました。前の動画で話をしましたが、ある男子の中ではもう火事となったんです。でも救急車は行こうとして、 救急車ではないですが、消防車です。まあ、ダメですと。団地には、この門というのは開けてはいけませんと。しかし、警備員は言いました。まあ、緊急ですので、どうぞ、もうこの策をですね、乗り越えてくださいと。そういうような感じなんです。中国では。要するに、この門を開いてはいけませんよと。でも、その策を越えていいんですよという意味です。非常におかしい社会ではあります。その上の 上司の偉い人の命令というのは非常に強いんです。中国では。もうこれは昔からなんです。しかし、中国では団地の警備員というのは大体ですね、もう軍隊に参加していたんです。大体です。あの軍隊を引退して仕事は昔でしたら国営企業に行けましたが、今はもう団地の警備員となっています。もうそれで命令をした、も、ま、う、あ、受けるというのは 命令でですすのでそういういい習慣は身につけていますこれが非常に、まあ、中国らしいというニュースではありますが次です4。ヨ明、中国のバスケットボールの、えー、背の高い方ですね。ヨ明とバスケットボールの有名な選手カウンターさんです。流れとしてはカウンターさんは楊明からのメッセージを受けました。 返答しました。私は中国に行きたいんです。今年の夏に行きたいんです。台湾、香港、チクベット、ウィーグルにも行きたいんです。しかし、習近平は OK でしょうか聞いてもらっていいですか行けるなら私は行きたいんです。そして、テニス選手のポン・シュアイ選手とも会えて話をしてみたいんです。いいですかというふうに聞きました。 この流れとしては、妖民は中国の外交、戦う狼、戦う狼の奥義の真似をしていたんです。奥義はよく記者会見で言います。あなたは中国の,中国のことをしていますが、あの、中国のことを本当に理解していますが、中国にいたことありますが、私は案内しますよ。あなたには見えないものいっぱいありますよ。というふうに言っています。えーえー、中国のことを知っていますが、と。 来てくださいねと、見に来て,来てくださいよというふうに、あのツイッターで、えー、それはツイッターではなくて、インスタグラムで発信しましたと。しかし、このカウンターさんはすぐにいいですよと返答しました。ヨーミンはもうあまてで,で、どういうふうに返事するのかなと私は期待していましたが、結果としてはですね、ヨーミンはカウンターさんをブラックリストに入れたそうです。 カンダーさんは自分自身のツイッター1月23日で発信しました。陽明はインスタグラムで自分の,のことをブラックリストに入れられましたと、入れられました。多分、習近平は同意しないでしょう。OK しないと言ったでしょう。陽明の要請に応じて私は行くところでした。陽明は偽善者です。偽善者ですと。 4民からの要請を受けて、1日後、私は行きますと返事しましたのに、その後、4民は子供のように私をブラックリストに入れました。そういうふうに言っていました。しかし、これはカンダーさん、このようなメッセージを受けて、あるいは見て、4民はどう思うでしょうか 妖明は背も高いですし、すごい選手ですし、世界でも有名かどうか分かりませんが、中国では英雄のような存在です。しかし、これは難しいですね。彼は恥ずかしいでしょうかでも慣でか、慣れたでしょうか慣れたでしょうと私は思います。恥知らずです。次です。5前後。 あのオ,ータオーストラリアオープンテニスの試合についてある方は T シャツ1月21日 T シャツには私はポンシャをしています彼女はどこにいるのかと書いてある T シャツを着て会場に入ろうとしましたしかし警備員は機会を要求しましたそしてポンシャに関係する商品をです、ね、着ているものですね没収しましたその前後 オープンテニス競技場の警備員は、きっと事前にそういった指示を受けていたと私は思います。前後、オープンテニススポンサーというのは一つの大手企業が支持しています。契約しています。中国の四川省にあるルージオというのところにあるお酒ですね。ルージュロジオという白いお酒梅酒ですが、そこに提供しています。お金をです。 2019年から5年間契約しています。お金で買収されたというふうに私は思います。次です。6。中国のまだすごいことありました。こちらはですね、ニンニクの目なんですよ。ニンニクの芽に対して PCR 検査を実施しています。これは世界初でしょう。中国の基礎教育が問題なんですよ。まず常識がないんです。 この村、ニンニクの芽が売れません。原因としては感染しているかもしれませんと。これは風評被害なんです。そうすると、この村は PCR 検査を実施するようになりました。これでニンニクの芽は売れるでしょうというふうに期待しています。まず疑う方も疑う方ですし、そういう検査する方も検査する側ですし、何とも言えません。あのすごい… 要するに中国政府は海外からの郵便物、ウイルスついていますよと言って信じる人は実にいますので信じる人もおかしいですしそういう発言する人もおかしいですしみんなおかしいです次です7広大不動産が発表しました外国の投資家と話し合いをしていますもっと時間が欲しいですもっと消費者の計画を作ります というふうに発表しました。原因、当然ですが、皆様ご存知のように、ドル建ての債務の返済はできないからです。投資家は、香港株式市場に上場している恒大不動産を訴えることができます。しかし、恒大不動産は、中国政府と同じ DNA を持っているんですよ。もチンピラですので、訴えるものならどうぞという意味です。 そうすると、私はどうせ返済できませんし、かつ、自分の今の持っている資産ですね、競売にかけられても、かなりの少額,額、少ない金額になりますよと、脅迫しています。どうぞという意味です。そういう意味でもありますので。次ですが、8、香港も隔離、まだ一部の団地、商業施設は閉鎖となっています。完全に、ピッキンの真似をしています。 香港の長官というのは PK に好かれるように努力しています。可愛がってほしいです。でも、これで良かったと思います。外資系の企業はこれで香港から離れるでしょうかなぜなら、やはり引っ越しとなってくるとあの非常にあの手間かかります。そうするともうちょっと様子見ましょうかとなっていると思います。もうこれでどうでしょうか そして、本校の小学校、中学校、高校、席が開くようになりました。今、大学の番になってきました。2020年から2021年の学年、2600名以上の大学生は退学しました。これは非常に珍しいなんです。本校の学校というのは、小学校であっても、中学校、高校であっても、非常に人気があります。 入りたくても入れないのが普通なんです。中国ではよく自分の子供を先に香港に行ってもらいます。行って留学して、それから香港をが架け橋となっていますので、香港で勉強してからまたヨーロッパとか西洋とか行ってもらいます。これが普通。まあこれが非常に多いんですが。そして今回は理系の、えー、学生が多いんです。辞める学生が多いんです。 お話では移民で退学したでしょうというふうに言われています。次ですが、9。こちらは写真ですが、こちらの車ですね。水没,水没車でしょうか水浸水車です。水につけましたと。これは河南省の鄭州の車なんです。合計ですね、4000台あります。4000台。4000台の車というのはですね、 誰も取らないんですよこの車はみんなに申請されてあのもう誰も取らないんですしかしあの日本では分かりませんが中国では動かない車であっても絶対値段はつけますで特に外国の車でしたら部品は多少売れますのであの絶対値段はつけます絶対に動かなくても値段はつけます中国はそこまで裕福なのかと 思いますが、そうでもないんです。なので、この車の持ち主はもうないんですね。という意味なんですよ。えー、中国の中央政府は発表しましたが、あの被害者及び行方不明者380名ですと、停、え、止、ー、の動画で話をしましたが、おとといでしょうか、2日前ぐらいでしょうか。そのうち39名は、 地下ですとトンネルの方ですというふうに発表されています。こちらはトンネルなんです。ここからトンネルです。で、これはどう考えてもありえないですね。で、39名だけなのかと思いますが、ありえないですね。もうこの4000。そしてですね、次です。このお父さんは中国語ではですね、レインコードお父さんと言います。なぜなら、 この方はここに書いてありますが、まああのまあ、ニューニューというのは自分の娘さんですね。に対して、お父さんは迎えに来ましたよと。そして、亭主の地下鉄はこのような花、いっぱい飾ってあります。本当に300名、400名でしょうか。難しいですね。地下鉄だけでは39名だけですが、これはないでしょう。どう考えても。で、お父さんはですね、迎えに来ましたよというふうに書いてあります。 しかしですね、あの中国の政府はここに書いてあるんですが、被害者及び行方不明者380名です。もし被害者380名なら私はまだ理解できます。なぜなら行方不明者の方が多いんです。私は聞いた話ですね。で、実際的にこのレインコートお父さんの娘さん、今でも見つかっていないんです。 しかしですね、娘さんの携帯電話は通じるんです。ブーブーとなります。そして、お金は消費しています。お母さんは絶対に見つけると、これからは絶対見つけると信じているので、そういう希望ですね、あって、携帯電話の料金を払い続けていたんです。でも、電話何回も何回もかけても電話には出ないんです。今、中国で話題となっていますが、 この娘さんの電話を拾った人間がいたんです。地下鉄の掃除する人間が拾って使ったんです。使っていますので。拾って使えるので、電話をしたり、ネットをしたりしています。でも電話には出ません。 奥さんはずっとお母さんですが、ずっとそれで希望があったんです。いつかは見つかるでしょう。なのでずっとお父さんに対して電話しなさい、しなさい。自分も電話かけます。絶対電話料金をあの、ま、請求ですね、払いますので、絶対にその電話維持できるようにしたいんです。してきました。しかしですね、今はもう、もう分かってですね、精神的に行かれて入院しました。もう希望は消えたという意味です。 このお父さんは、私も当時の動画で話をしました。今の中国では普通でしたら電気自動車が多いんです。で、当時お父さんはあのレインコードを着ていたんですが、やはり雨が降ったり止んだりしましたので、レインコードを着て地下鉄の,その入り口、出口のところから待っていたんです。娘さんを。いつかは出てくるでしょうと。そして自転車はもう本当に自転車です。電動自転車でもないんです。 もう普通の一般家庭のお父さんですね。というような感じですね。で、私はですね、一つのことを思い出しました。中国では、あのそのような人を、まあ、物をですね、まあ、奪ったりとか、盗んだりとかは多いんですし、うん、置いてあるものを普通に取るのも普通ですし、で、私はですね、一つの思ったことがありまして、 で、日本で地下鉄、JR か地下鉄か、あの、JR だったと思います。で、電車の、電車でですね、あの、チケットを買いました。えー、自動販売機で買いました。で、カバンを、えー、足に元に置いて、で、そこに入力して、あの、チケットを買いました。買って、あまてて、早く駅に行きたいんです。行きました。駅のホームに着いてから思い出しました。あ、一つのカバンがないんです。朝日、一部の、 足元に置いたんです。で私は慌ててまた探しに行こうとして駅員さんに相談した方がいいかでしょうかと思いながらそういうわからないところ,ところでとにかく見に行きましょうかとなって見に行ったらですねありました普通にそして駅は非常に人が多い,多いんですのででも普通に置いてありました誰も触ろうとしませんしみんな逆に避けていたと思います誰も触りません そういう日本は本当にすごいんですね。次です。今日のテーマですが、中国の戸籍、登記の人口について。これは毎年中国には全国の氏名、名前のレポートがあります。例えば今年、現在流行っている名前は何でしょうかとか。このレポートでは戸籍、登記の人口が公開されました。2021年12月31日まで、 2021年に生まれた子供、そして公安局に行って戸籍登記をしました。赤ちの数というのは887.3万人です。2020年よりは11.6%の減少です。これはかなり大きな数字なんですよ。かなりの減少です。そのうち男の子は468.1万人です。約52.75%を占めています。 女の子は419.2万人です。47.25%を占めています。つまり、男の子は女の子より多いんです。48.9万人多いんです。そして、これでわかるのは20年後ぐらいでしょうか。大体ですが、男性はやはり結婚が難しいです。中国では今でも男性は結婚難しいんです。奥様は、なかなか、奥様はなかなか,お子様なか,なかあの見つかりませんので、 2020年、使命レポートでした。2020年は12月31日まで。2020年に生まれた子供、公安局で戸籍登記をされた赤ちゃんは1003.5万人です。男の子は529万人です。女の子は474.5万人です。そしてこちらはですね、中国の政府が発表した数字です。 こちらは年です。2021年から2021年までです。出産した人口万人単位です。例えばこちらは1062万人ですという意味です。しかし、2020年の1月17日、国家統計局2021年経済データ発表されました。我々は中国人の総人口14.12億人だというふうに発表されました。そして、2 0 2十年 年よりは48万人の増加ですよと。これは間違いです。嘘です。出生率がありまして、参考できるでしょうかと思いますが、中国県内ですね。一人の女性、一生出産する数、あるいは子供の数ですが、一番いいのは2らしいんです。一人の女性は2人を出産される。あるいは3でもいいんです。もっと多い方がいいんですが。というふうに言われています。 香港は0.78です。これはとても少ないんです。マカオは0.89です。シンガポールは0.94です。中国の数字は0.9でしょうというふうに言われています。しかし、中国政府は1.3だと発表しています。まずこれは嘘です。そして、今回の戸籍統計の人口、さっき言いましたが、2021年は政府としては1000、 162万人出産したとしかし、中国のこの氏名の当期の人口としては887万人と発表されています。かなりの差があります。中国の2021年の赤ちゃんは1060万人とな,なっていますが、これも遅いという意味です。中国の法律では赤ちゃんが生まれて1ヶ月以内、 戸籍を登記する意味こと,となっています。1ヶ月過ぎてしまうと DNA 鑑定が必要です。これはお,たお母さんです。これはお父さんです。やはり DNA 必要です。多くの方は1ヶ月以内で登記をします。なので、12月あるいはこの来年1月になるというのはあまりないんです。中国の戸籍の改ざんことは非常に多いんですよ。 例えば農村部ですともっと多いんです。自由に改ざんできると言ってもいいんです。この887万人の中も改ざんが多いんです。嘘が入っています。実にこれも嘘です。2012年から中国では一人子政策はありますが、今まで内緒で出産した子供を登記することができたんです。なのでそこでは 急に子供を増えたんです。一時的に。あるいは人口もそうですが、2012年は急に増えたんです。こういう意味なんです。なので、2012年、この1年間人口が増えていたという意味ではありますので。しかし、これからは中央の人口は間違いなく減っています。なぜなら、こちらは中国政府が発表した数字です。ただし、数字は 1062万人となっています。実は887万人以下です。それでもこれが、これそうです。もっと少ないんです。なので、中国の人口はかなり減っています。これでわかるのは中国はもはや大国ではないんです。少なくても人口の大国ではないんです。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。